水水温とか塩分濃度ででに層ができるそれをね薬草っていいます英語でハロークラインというのかなまず一つ大事なのは水っていうのはとても混ざりにくいものだってことですねで俺の世代だと昔ねお風呂が自動湯沸かし機能なんかなかった時代にお湯を沸かしてさあ入りますって時に下にめちゃくちゃ冷たい水があって上はもう足入れられないぐらいの熱いお湯が割れるそれぐらいタクト分布したまあ、まあ混ざらない だから必ずは混ぜる棒みたいなのがあって混ぜて入ってたのが俺とかが子供だった頃の時代今の若い人はそういう経験ないだろうけど例えばアイスカフェラテ買ってそのまま手つけないと上に氷が溶けて透明な水だけが真上にあって3日経ってもその層が混ざることないそれぐらい実は水っていうのは混ざりづらいんですね で混混ざざりりづづららいいいってううのは性質が違う水が違水塩分だったり温度だったりそれから中に含まれているその成分が違うと全然混ざらないってことになるんで混ざりにくくいいいんだだってててことを覚えておいてくださいで大事なのはその時釣り場にバーンと出たらアイスコーヒーで言えば水面しか見てない状態だからその3日経ったアイスコーヒー見て今日はめちゃくちゃ水が澄んでるなっつって見たとしても実は下は全然違う水があるかもしれないってことをそれが当たり前なんでそれが当たり前だっていうことを思う こ,ううことが大事ですねで薬草はですね、えー、細かく分類していくとまず水水温温薬草っってていうのががあって温度で水はがではきます例えば素潜りとかねダイビングする人なんかだとあるところから突然ヒヤーっとしたりした経験がある人は当然多いと思いますしウェディングしててもね干潮、えー、からアジェシが入ってくると大体海の水の方があったかいので秋冬は。だから皆さん言うのが真、まあ、冬のねウェディングで体冷えてると「うわ温泉みたいだ」って言うんだけど「<laughs> 1 2度ぐらいだから温泉なきゃねえだ だと思うんですが、まあそれぐらい耐火温度でね。あったかく感じる。でもそれはね。綺麗に層が割れてるんですね。で、水温によるその層ひっくり返りやすいです。で、なんでかって言うと冷たい水っていうのは下に溜まる。あったかい。水っていうのは上に行きやすいので、例えばある水域に冷たい。北風が吹くと表層が冷えるんですね。で、表層が冷えて、も元々の水に比べて低い。水温になるとだん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 表層の水温が冷たくなってって。ある の暑さになったタイミングで水はこう入れ替わるんですよ、ね、と、うん、どこかからなんかロートのように入っていってほわっと入れ替わります逆に冬の水温が低い時期なんかに透明度高いとこで小春日和のあったかい日なんかは太陽がねさんさんと降り注ぐわけですが透明度が高いと水はですね温度があんまり吸収しないんですね海底が温まりますでそうすると海底付近の水があったかくなってそれは比較的上に行きやすいんでもう当たったそばから ここからもやもやとこれはね、入道雲の状況を想像するとわかりやすいかな夏の大気で直射日光が当たって地面で温められた空気がわーっと上がって雲を作ってるわけですがそれと同じような状況で海底から温かい水が上がっていくってことですねで、なんか比較的滞留をしながらやってます上下の滞留を使ったまあ上下で滞留するってことは必ずどこかで横にも流れるんでそういった釣り場を探すっていうのも一つの肝だったりします だから例えば真冬低水温期で適水温から外れた水温が低い時期に魚を探す時に自分なんかは。 どここが水温かかいかなってことを探すすわけですねでその時やっぱその日一日晴れてれば浅いとこ海底に日の光がしっかり当たったとこは地面が温まっているのでその付近にある水は必ずあったかいんですね。でそのあったかい水が風でどっちに流れるかなとか漂石の緩慢さでどっちに流れるかなってことを想像してやっていくと水温のあったかいエリア要は適水温に近い水が流れてるエリアっていうのは 魚の活性が高い状態これはベートフィッシュからしてそうなんで魚が非常に釣りやすい状況ですねで今度逆の動きをしちゃうと魚がが釣れなないい方の動きになってしまいがちです反対に真夏、えー、めちゃくちゃ暑い毎日の中でじゃあどこにスズキがこういう時いるかなっていう時に一、まあ、つは風がしっかり当たって風が当たってバチャバチャやってると気化熱って言って水が蒸発する時にその水蒸気が熱を持っていくのでそうすると水温が冷えるんですねだから風で ババシャバシャャやってるとかサーフですね波が打ち寄せて空気を巻き込んでザザザーってやってるとこは、えー、他の海域に比べるとと水温がちょっと低いですでその水がどこに行くかなってことを想像すると夏の高水温期から活性が高い側の水として変化が生まれてるのでそういったところを探すのがいいし、まあ、夏なんかだと人間が一番過ごしやすいのも早朝ですね早朝でまた日が当たるまでが一番過ごしやすい時間なのでその時間そのものが活性高い時が多いですねだからね 夏のの朝まめっていいうのはすごいゴールデンタイムで、まあ、例えば大野ゆうきなんか見てても魚よく釣ってるのは早朝ですね彼のブログ見てるとね。でそのまま夕方までやってるから真っ黒だけど多分朝方。 固めて釣ってるなっていうのをブログから時間まではね。書いてないけど、よーく見てるとそういうことがね。わかるかなと思います。えー、特に真夏はい、はいそう。でもね。そこが専業プロのいいとこで、やっぱ夜12時まで寝て、同きて日中まで釣りができるっていうのは働いてる人には難しいじゃない。 その話をまあ勇気とした時は、まあやっぱ人が少ない時間でもあるから、まあバッティングもしないし、というのでいいですよ、みたいな話をしてて。え当時俺バリバリ社長として飛び回した時だったんで、そはそうだけど、実際実行するのは難しいなって感じで、ちょっと自分はやっぱ仮眠取ってピンポイントで寝るみたいな。それでもね、朝出るのは断然夏は有利なんで、はい、覚えておいてください。